8月1日月曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 今日は動画番号0817で伝えた通り、こちらの PC 推定機能キャップと橋脚台を用いた高い効果レールを組む動画です。時間との戦い5動画。この PC 水平橋脚は品番が3235と、まあ、新しいカップリング風景になっています。そしてこの橋脚台は品番が3244または3245、階層効果ビーム M または L に付属しているものです。では早速、まあ、一例としてこの P10 に P1 のね、これを取り付けたいと思います。で、ここカップリングをまず外します。そして橋脚台を、ね、取り付けます。で、P1 ですけれどもベースを外したいんですけど、ちょっとね、高さが低いもんですからなかなか取れないんですよ。まあ、ここはまあマイナスドライバーなどね使って、で、別なものをね、ちょっともう取り外したものをね用意しました。これをですね、橋脚台にはめまして、はい、これで75ミリの高さの橋脚ができました。橋脚台の高さは約10ミリ。こういう使い方もあるんです。3018レンガ橋脚に、まあ、こちらのですね PC 橋脚ね、橋脚台をつけた状態でこれをですね、レンガ橋脚取り付けるっていうこともできるんですよ。ね。ここで55ミリの高さまで設置しました。しかし、3つ空いてますね。60、65、70ミリの高さの橋脚がない。まあ、基板3234、PC、購買橋脚付属のパーツを使いますが、自分は買っていません。そこで、随分前にポポン出たオルツ店で購入した不揃い橋脚が役に立つことが来ました。相変わらず、ね、当初の DC フィラー、古いものを使っています。では、運転してみましょう。今日は PC 橋脚と橋脚台を使った高い効果レールの動画でした。進行役は竹坊でした。